こんにちは。あなたの生活習慣を変えるダイエットトレーナーの根岸です。今日は TIKK フィルターのお話をします。世の中には数えきれないほどのダイエットグッズ、ダイエットサプリ、脂肪燃焼を連想させる飲み物、糖と脂肪の吸収を抑え脂肪を燃焼させるかのようなテレビ CM で溢れかえっていますよね。でも皆さんの周りでそういうダイエットグッズを買った人で痩せた人いますか？そう、ほとんどいないんです。それはなぜか。世の中のダイエット商品、もしかすると脂肪燃焼させるかもしれませんが、目に見えるほどの効果なんてないんです。それなのになんで皆さんはそういったダイエットグッズを買ってしまうんでしょうか？それは広告代理店の上手なキャッチコピーがあなたの TIKK を増幅させてしまうんです。この TIKK とは何か。これは都合のいい勝手な解釈のことを言うんです。その頭文字を取って TIKK、都合のいい勝手な解釈って言うんですね。この TIKK、 都合のいい勝手な解釈って全てのものをあたかも痩せるかのように思わしてしまうんです。例えば、もしかすると糖と脂肪の吸収を抑えるかもしれない商品、たくさん今 CM でやってますよね。だとか、もしかすると筋肉に刺激を与え筋力をアップさせるかもしれない商品ありますよね、お腹に貼るやつ。またもしかすると脂肪燃焼を少しだけ促すかもしれない商品、 HMB みたいなサプリメント。これをですね、皆さんの TIKK フィルターに通すことによってどういうことが起きるか、この都合のいい勝手な解釈のフィルターを通すと、皆さんはこの商品が痩せるって商品に置き換わってしまうんです。いいですか皆さん、これダメだよ。これらの商品皆さん買ったことがあるかもしれませんが、痩せるって絶対どこにも商品説明書いてないですからね。あなたのこの TIKK フィルターを通しちゃうから、この商品が痩せる商品に勝手に考えてしまうんです。そう、これらの商品が痩せるダイエットグッズに置き換わってしまうんですね。言い換えれば、広告代理店はあなたの TIKK フィルターを上手に利用してるってことなんです。いいですか皆さん、皆さんがダイエット商品を買おうかなと思ってその商品を手に取った時、この話をぜひ思い出してください。そしてあなたの TIKK フィルターに通してはいけません。その都合のいい勝手な解釈のフィルターを通さなければ、これらの商品が痩せるのか痩せないのか冷静に判断できるはずなんです。皆さんのダイエットを邪魔しているものは、つまり TIKK、 都合のいい勝手な解釈、これを忘れないでください。